はい、マイル3D にようこそということで、今回はマリオットボンボイ活用術ということで、マリオットボンボイの安全の予約の変更方法をお教えします。皆さん、マリオットボンボイで安全に予約を変更する方法をご存知でしょうか？まさかキャンセルをして再予約とかやってないですよね。そういうやり方をして失敗をすると予約を失う可能性もあります。この動画ではマリオットボンボイで安全に予約を変更する方法をお教えします。この方法を知れば、ポイント予約を変更するときや、より安いプランに変更するときに迷わず変更することができるようになります。この動画では実際のマリオットボンボイの画面を使って分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのホテル YouTuber チャンネルマイラル TV ですが、マリオットボンボイの活用に特化したチャンネルになります。マリオットボンボイ活用術、 SPGMX 活用術、ホテルレビュー、そしてホテルルームライブなど楽しい動画をどんどん配信していきますんでね、チャンネル登録バチッとお願いします。では解説いきましょう。まずそもそも予約の変更って何っていうことなんですけども、マリオットボンボイで宿泊の予約をした時は、現在の予約ということで価格、ポイント数、日程、部屋タイプ、プラン、条件など、予約にはいろんな要素があると思うんですが、例えば変更の理由ということでですね、同じ日程部屋タイプなのにより安いプランが見つかったですとか、予約した後にスタンダード日からオフピークに変わってポイント数が少なくなったとかですね、よりリーズナブルに条件が変わったなんてこともよくあるわけですね。それから日程ということで予定が変わってしまって日程を変えたいですとか、部屋タイプということでですね、ベッド1台から2台に変更したいとか、あるいはもっといい条件の部屋に変更したいとか、いろんな変更の理由ありますよね。もしくはプランの条件変更ということでですね、朝食なしのプランから朝食ありのプランに変更したいとかなどですね、変更理由は様々あると思います。そういった時にですね、どうやってマリオットボンボイで予約を変更するのかってことなんですが、マリオットボンボイの予約変更は基本的にこの3つなんですね。マリオットボンボイのアプリで変更する、マリオットボンボイのウェブサイトで変更する、そしてマリオットボンボイのデスクに電話して変更してもらう、この3つが基本になります。でですね、参考のために画面ご覧いただきたいんですけども、こちら左側がマリオットボンボイのウェブサイト、そして右側がマリオットボンボイのアプリのトップ画面になります。皆さんマリオットボンボイを使っている方はお馴染みですよね。そしてマリオットボンボイのデスクなんですが、マリオットボンボイのヘルプからですね、世界各地の電話予約というところを開くとですね、このような赤い枠のところに日本国内でのホテルのご予約ということでですね、マリオットボンボイのデスクの電話番号が書いております。こちらに電話してオペレーターの方に予約を変更してもらうというやり方もあるわけです。ただですね、マリオットボンボイの予約の変更なんですけども、キャッシュ、いわゆる現金での予約かポイントの予約かによってですね、予約の変更の可否、いわゆるできるかできないかということが決まってくるわけなんですよ。それはズバリこちらなんですね。ポイント無料宿泊での予約はアプリでは変更することができないんです。ポイントでの予約はウェブサイトかデスクに電話して予約を変更してもらうしかないんですね。キャッシュ、いわゆる現金での予約の場合は、アプリ、ウェブサイト、デスクへの電話、この3つの方法で予約を変更するということは可能になっております。で、ここでですね、冒頭にもお話したんですけども、予約変更の注意点を2つ皆さんにご案内したいと思います。マリオットボンボイで予約を変更するときに、これを十分注意してくださいねっていう点なんですけども、まずはキャンセルポリシーを確認してください。キャンセルポリシーっていうのは、いつまでに無料キャンセルができるかっていう、無料キャンセルでの可否の条件なんですね。これプランやホテルによって変わりますんで、十分注意してください。そして無料キャンセル NG の場合はですね、予約変更するとキャンセル料が発生しますので、その点も注意してください。キャンセルポリシーの確認方法なんですけども、こちらアプリでご案内しますけども、アプリのトップ画面から下にあるトリップっていうアイコンをタップしますと、自分の予約一覧が出ますので、変更したい予約のホテル名をタップしてください。するとですね、予約の詳細情報が出ます。この上のタブの情報というところをタップしますとですね、予約情報が詳しく出ますので、それスーッと下の方にスクロールしていくとですね、キャンセルポリシーという表記があります。ここちょっと小さいんで拡大して見てみましょう。キャンセルポリシーということで、この予約は2021年3月14日の現地時間の午後11時59分まで無料でキャンセルできますという風に書いてあるんですね。これを過ぎるとキャンセルフィーがかかる、キャンセル料が発生しますので、ご注意くださいという風に書いてあるわけです。これね、十分確認をした上で予約変更を行ってください。続いて予約変更の注意点2つ目なんですけども、キャンセルを先に行わないということなんですね。これ冒頭にもお話しましたけども、キャンセルを先にして再予約をするというやり方、結構やってる方いらっしゃらないでしょうか。それをやるとですね、再予約できない場合があるんですよ。予約しようとしたら組室が埋まっちゃったとかですね、先に見た価格と変わってしまったということがね、ありますので、このね、キャンセルをして再予約っていうやり方は、予約変更においてはお勧めしません。あと、ポイントで予約した場合、ポイントがすぐに戻らない場合もありますんでね、この点も注意が必要になります。予約の変更はキャンセル再予約ではなく、変更という手続きを行ってください。ではここからマリオットボンボイでの予約変更の方法を実際の画面で説明していきたいと思います。まずキャッシュ、現金で予約した場合のアプリでの変更方法をお教えします。マリオットボンボイのアプリを立ち上げて、下にあるトリップっていうアイコンをタップしてください。するとですね、予約の一覧が出ますので、変更したい予約のホテル名のところをタップしてください。するとですね、上のタブの情報というところを開きますと、予約の詳細情報が開きますので、この滞在の日付の横にある変更、こちらをですね、タップすると日付と部屋が変更できます。その下に
あるですね、こちらの部屋タイプの欄にある変更という文字ですね、こちらをタップすると部屋のみを変更するということができます。今回はですね、上の日付の隣にある変更という文字をタップしてみましょう。するとですね、このようにカレンダーが表示されます。変更したい日付を選んでください。今回はですね、日付を変更せずに3月18、19ですね、元々の予約通りで部屋タイプだけ変更してみたいと思います。下にある一択で続行というボタンをタップしてください。するとですね、空室があるプランが一覧でずらーって出ますので、この中から変更したいお部屋のタイプを選んで選択するというところをタップしてください。するとですね、最終確認画面ということでご予約の変更という画面が出ますので、中身よく確認して、特にこの下の方にはキャンセルポリシーも書いてありますので、そちらもよく確認した上で問題なければ、今すぐ予約というボタンをタップしてください。するとですね、最初に予約した予約内容から新しい予約ですね、この場合はお部屋を上のタイプに変更してるんですけども、このようにですね、予約の変更ができたという形になります。もちろんこれ終了したらですね、もう一度自分の予約の一覧を見て、予約がちゃんと変更できたかどうかを確認してみてください。でですね、先ほどポイント予約ではマリオットボンボイのアプリでは予約が変更できないという話をしましたけども、こちらがですね、キャッシュで予約した場合の予約情報とポイント予約をした場合の予約の情報画面になります。ご覧の通りですね、ポイントで予約した時には日付や部屋タイプのところには変更の文字がないんですよね。すなわちアプリではポイント予約をした場合には予約の変更をすることができないという形になっております。じゃあポイントで予約した場合、ウェブサイトでどうやって変更するのかということをこれからご覧いただきたいと思います。こちらのやり方はキャッシュで予約した場合も同じになりますので、ご参考にしてください。まずマリオットボンボイにログインしてトップページを開いてください。そして上にですね、マイトリップっていうアイコンがあると思いますので、そちらをタップすると予約の一覧が表示されます。今回はこちらですね、 W 大阪の予約を変更してみましょう。こちらの矢印が示している詳細というボタンをタップしてください。するとですね、プルダウンでこのように予約の細かい情報が開きますので、この中にある表示変更というこのボタンをタップしてください。するとですね、今後の予約ということで予約の詳細画面が出ます。今回はですね、4万ポイントでこれ予約してるんですね。 W 大阪の開業日なんですけども、これを変更するということでですね、客室の編集というボタンをタップしてください。するとですね、このような画面が開くんですけども、日付や部屋タイプを変更したい場合には上の検索画面を変更してください。今回は同じ部屋タイプでポイント宿泊で、元の4万ポイントの予約から3万6000ポイントの必要ポイントが下がっておりますので、ちょっとお得になりますんでね、こちらに変更してみたいと思います。この画面ですね、上には現在の予約ということで今の予約条件が書いております。4万ポイントで工事客室ワンキング低層階ですね。こちらを今予約可能な下の条件ですね、工事客室ワンキング低層階ということで、全く同じお部屋なんですけども、4万ポイントから3万6000ポイントに必要ポイントが下がっておりますので、こちらに変更してみたいと思います。変更したい時にはこちらにある更新というボタンをタップします。するとですね、変更点の概要ということで、元の予約内容と以下に変更ということで変更内容が出てきますので、この中身をよく確認してみてください。特にポイントでの予約の場合には、このようにですね、ポイントがどのように変動するかという表記がありますので、ここねよく確認してください。今回は4万ポイントから3万6000ポイントに少なくなるプランを選んでおりますので、4000ポイントがお客様のマリオットボンバイアカウントに変更されますっていう表記になってるんですよね。これは変更した際に必要ポイントが少なくなる場合なんですけども、例えば真ん中ですね、必要ポイントが同じ場合、いわゆる同じポイント数で予約を変更する場合には、ポイントはお客様のマリオットボンバイアカウントからすでに差し引かれてますっていう表記になるわけですね。そして元々のポイント予約からさらに必要ポイントが多い予約に変更する場合には、一番下のようにですね、追加でペケペケポイントがお客様のマリオットボンバイアカウントから差し引かれますということで、追加で差し引かれるポイント数が表示されるわけですね。これをよく確認してですね、問題なければこちらのはいというボタンをタップしてください。するとですね、予約が変更されましたということで、今後の予約っていう形でですね、予約番号が発行されて予約の変更が確定するわけです。もちろん変更確定しましたらですね、もう一度予約の一覧から確実に予約が変更できたかどうかを確認してみてください。今回はですね、4万ポイントから3万6000ポイントに予約を変更しましたので、お得になったわけですよね。お部屋の条件全く同じでですね、このようにマリオットボンボイっていうのは誕生日、換算日、そしてプロモーションなどでですね、価格やポイントが変動していくわけですよ。これも一つのマリオットボンボイ活用のお得術というふうに覚えておいていかがでしょうか。そして最後ですね、デスクへの電話で変更するっていうやり方なんですけども、冒頭でもお話しある通り、マリオットボンボイのヘルプにある世界各地の電話予約っていうところにですね、日本国内でのマリオットボンボイのデスクの電話番号を書いてあります。特にこちらはですね、先ほどのようなマリオットボンボイのウェブサイトやアプリでの変更に慣れない方はですね、マリオットボンボイのデスクに青電話いただいて予約を変更するのが確実じゃないかなというふうに思います。最後まとめです。マリオットボンボイでの予約変更方法なんですけども、予約での変更でキャンセルで再予約っていうのは行わないようにしてください。そしてウェブサイトやアプリでマリオットボンボイで予約変更する場合には、ウェブサイトやアプリの変更を使って行うようにしてください。またポイントでの予約はアプリでは変更不可ですので、ウェブサイトで行ってください。もちろんウェブサイトやアプリの操作が慣れない方はデスクに電話するのが確実で安心かと思います。以上、今回はマリオットボンボイの活用方法、安全な予約変更方法をガイドします。
しました。マイナス TV でこのようなホテルの楽しみ方をガイドしていきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。